私はずっとずっと逃げていました。彼女から自分自身が異常なものである事実から。はい、ですが私は気づけなかったのです。牛御前も私も同じ存在であることを。何を言っているんですか。私を切り離して見ようともしなかったくせに。どこぞのひな鳥を拾って自らの記憶、力、側面すらも封じて、私にも誰もいなかったんです。仲間も家族も私も。後悔しました。新作の記憶、私たちの始まりのことで思い詰めて、私たちの今を気づけなかったのです。それなのにあなたが私のことをずっと見守ってくれました。私の日常を守ろうとしてくれました。何をバカなことを。私の家族に警告をしてくれましたね。この町の本質のことを。私のために怖いお話で彼を逃げさせようとして、それが失敗したから私に家族を飲み込むなんて恐ろしいことをさせないように、私の代わりに彼を飲み込もうとしましたね。それはあなたの考えすぎです。私はそんなつもりは。いいえ、私にはわかりますよ。あなたは私の側面。いいえ、私ですもの。本当に申し訳ございません。あなたも私なのに。もう一度私のそばにいてくれますか。遅いです。本当に遅いです。今さらですよ。私に面白い家族ができましたね。そうですね。私たちの自慢の家族です。さようなら私の家族。ご縁があればまたいつか。
お疲れ様です、マスター。水を注いだだけだろ。ああ、これは懐かしいな。ナンダチと共に行動する前はこれしか食えなかったぞ。マスター殿、なぜビール一缶しか買わなかったのか。大光さんもいろいろと抱え込んでいましたね。ああ、大変だったな、マスター。了解です。マスター、もしよろしければ私たちが料理を作ってよろしいでしょうか。もう少し健康的なお食事を。こら、なんでそこで我と李白を見るのだ。そうだそうだ、酒のつまみなら作れるぞ。私が作ります。はい、どうぞ入ってください。その、私たちは夫婦ですから、そんなにお行儀よくしなくてもいいですよ。そうでしたね、あなたもいいお年頃になりましたね。ありがとうございます。ではいただきますね。とても美味しいです。ちょっとだけしょっぱいですが。ごちそうさまでした。あなた、そのですね、夫婦関係は終わりにしましょう。その代わりに新しい関係を築きたいです。あなたとマスターと。今度はあなたの仲間としてあなたのそばにいさせてください。よろしいですか。そんな、あなたがこの家からいなくなったら私は泣き崩れて死んでしまいますよ。はい、私でよければ。
サーヴァント、バーサーカー。今この時より狂乱の檻に囚われ、何時の鎖よ。マスター、うつつか者ですが、よろしくお願いします。よし、そこだ、押し込め。戦力外と判断されたんだ。ああ、雷光の方はどうだ。雷光さんと契約をしたのですね。マスター、私も皆さんも頑張ってマスターを支えます。一緒さんが外に出たらしいですが、まだ帰っていないんですか。はい、わかりました。